さて、今日はですね、ほぼホテルにいました。今日はコンゴ民主共和国最終日です。まあ、詳しい心境とか思いとかはですね、 Facebook とかブログに書いてあるので、そちらを読んでいただけたらなと思うのですが、まあ、今日は最後はですね、ずっとこのホテルの朝ごはんで済ませてたんですけど、最後コンゴフラン、コンゴってコンゴフランと米ドル両方使えるんですけど、コンゴフランはよそでは両替できないので、使い切らないとダメなんですよね。で、持ってたコンゴフランをですね、まあ、使い切るという目的でちょっとご飯を買ってきたんですが、想像以上にこんな多いんやっていう、こんな入れるっていうのがありました。その分なんかお金もめっちゃ取られた気がするんですが、まあいいや。それがですね、今日はご飯こちら。いや絶対こんないらん、もうパーティー用意、そんないらんって言ってたからね、途中に。これとあとメインはですね、わーいしょー、魚結構うまいのね。この前食べた魚とチャーハン、あー怒涛の1週間でしたね。まあ、怒涛のって言っても割とホテルにいる期間は長かったけど、夜で歩けないんでね。あ、うまい、ちゃんとうまいわ。なんかあの魚もピリ辛なんですよ。ピリ辛、味付けがピリ辛なんですけど、普通にうまいんですよね魚。これ何の魚やろな、なんか日本で言うと何やろうな、あんま魚が置かない、サンマとかとはちょっと違うな、サバの煮付けみたいな感じなんかな。うまい、うん、なかなかいけますね。まあ、コンゴ民主共和国もあのマジで旅行で来る国じゃないですね。なんかもう観光スポットとかないっすもん。あるんですよ、なんかウォータープールみたいなのあるんですけど、あ、こう行く人おんのかっていう、外国人行く人おんのかっていう、街歩いてても本当に見ないですもんね外国人。やっぱりもう日本人というか外国人が歩いてたらもう伝説のポケモン見たみたいな感じになるんで、伝説のポケモンやんみたいな感じでめっちゃ珍しがられるんですよ。やっぱ歩きにくいですよね。そうなるとある程度観光客が多いところというか外国人が見慣れてるところじゃないとちょっとこう難しいなっていうのは感じますね。うん、まあでも一番の目的のねサプールの靴は磨けたんで大成功ですよ。コンゴ民主共和国は一応明日ナミビアに行く予定ですね。明日ナミビアに行って、ただ何回か乗り換えしないといけないんですよ。なんやかんや半日か1日くらいかかるのかな、ちょっと時間はかかるんですよ。なんで1回空港泊しないといけないのかな確か。でナミビアでまあどれくらいかな、1週間くらい、1週間から10日過ごそうかなと思ってます。でもあんまり何もなかったら航空券は買わないとダメなんですよ。帰る出国の航空券がないと入国できないんで、一応8日目くらいに、まあ1週間後くらいかなにケープタウン、南アフリカのケープタウンのチケット買っといて入国するみたいな感じで行こうかなと思ってます。ただナミビアはまだ安いゲストハウスみたいなのあったんで、3000円から5000円くらいで一泊過ごせるんかな。だからだいぶ負担はちょっとマシになりますね。ここも一泊1万するんで、夜で歩けないっていうね。ナミビアはまだアフリカの中でも平和とは聞いてるんで、
まあ、夜はあんまり出歩かないようにしますけど、最初は日中路上靴磨きはやりたいなとは思いますね。うん、なんやかんやちょうど30足磨きますね。コンゴ民主共和国ではちょうど30足なんで、合計23足で1340足になりましたね。まあ、ナミビアでは今回も路上靴磨きっていうと本当ホテルの前とかがメインで、で一回あのサプールの靴磨きに行きましたけど、まあ、普通に路上靴磨きやっていただいたお金でご飯食べるっていうのをやりたいなと。コンゴ民主共和国では1円もお金いただいてないんでね、まあ一回こうどれくらいいけるのかっていう、どれくらいお金稼げるのかっていうのもちょっとやってみたいなと思いますね。ナミビアって言ったらこうナミブ砂漠というね砂漠が有名なんですけど、ミーシャがなんかあれか紅白で歌って有名になったみたいなの聞いてるんですけど、サファリツアーが結構高いのよ、サファリツアーが。なんでマストではないですけど、現地でまあなんかサファリツアーみたいな1泊とか2泊であって1万円ちょっとくらいで行けるんやったら、ああ行きたいなと思いますけどね。でもまあ現地のツアー価格次第ですかね。絶対に行きたい場所ではないんでね。まあでもナミビアではちょっと路上靴磨きやりたいな、普通に。それがちょっとナミビアでの一つの目標。またなんか面白い出会いがあることを願ってますよ。まあそんな感じで今日は、スーパーで買ってきたご飯を食べながら、なんか小映えが飛んどる、食べながらコンゴ民主共和国の総評をするというね、薄い総評やね、薄い総評やったけど、いつも見ていただきありがとうございます。なんやかんや YouTube 毎日更新してんの僕頑張ってるなと思いますよ。だいたい3日に1回とか1週間に3回とか4回くらいしかヨーロッパの時も上げてない気がするんですけど、意外とアフリカ編は気合入ってますねまあでもあまり皆さん期待せずに してください。コメントとかも読んでますよちゃんと。コメントでなんか質問来てたんですけど、カメラどうやって下から回してんのって言われて、あれは今撮影してるの GoPro なんですよ。でこれが GoPro やとしたら常にこう左手で持ってる感じ、こう GoPro のこういう風にして指に巻いてパッて撮られへんようにして、でこうやって回したりこうやってカメラ向けたりして自分のどの範囲が映ってるかっていうのはもうある程度把握してるんで、いつも GoPro でやってる感じです。だからこう隠しながら、隠せてないけどね。でもまあカメラでこうあからさまやるとやっぱ何撮ってんねんってなるじゃないですか。でもまあ GoPro やと割とこう撮りやすいっていうのがあるんで GoPro でやってます。またなんか質問とかあったらふとした時に答えるんで書いてください。では次は明日はナミビアに移動します。